お疲れ様でした。はい、というわけで、ただいま第6巻の取りを終えた、ところなわけですけれども、はい、はい、6巻を終えてみて、私からちょっと感想の方を言わせていただきますとですね、とうとう6巻で和解じゃないですけど、総一くんとちょっとほのかにいい感じなんじゃないかなっていう風に思えるこうラストがあったところがちょっとお姉さん嬉しいかなっていうところですね。まあ5巻が終わった時点でリサは結構大怪我といいますか怪我をしてたので、私このまま手術室から出てこれない状態というか、これで6巻出番がなかったらどうしようっていう風に密かに心配をしてたんですけれども、とりあえず怪我をなんとか直してこう復活することができて、また元気なリサに会えてすごく嬉しかったかなという、ところではあります。はい、小林はですね、はい、まあ1巻が、発売されてからちょうど1年ちょっと経つんですかね、経って、あ、なんかでもあっという間で、あ、もう終わってしまったのねっていうのがすごいなんかあるんですけれども、6巻はもう本当後半走るシーンがすごい多くて、で、未だに、小林、未だに車の免許を取っていないのでですね。あら、遅れてるわ、そんな。誰が取らないと。長澤様。夏が終わる頃、行くから。わかりました。でですね、まあ、車の免許を、まあ、取りたいなと思っているんですけれども、それでも、少しずつですね、Xドライバーでこう車に接する機会がたくさんありましてですね、6巻でほんのちょっとだけでもですね、この車に乗っている時の気持ちとかですね、車に対する気持ちっていうのが少しだけ分かったところかなっていうぐらいでですね、まだまだ、車に関しては修行中の身なので絶対、今年中には免許を取りに行くぞという、目標を立てた次第でございます。はい、はい、私も免許を未だに取ってない浅田でございますが、私もそうですね、6巻を終えて5巻がすごいショックだったんですよ。リサが怪我をしてしまってとてもショックで、でもなんか6巻すごく元気になって、やっぱ最高ですね。車は私も引っ越したら近くに教習所があるのでぜひ行きたいなとは思っております。はいです。それは教習所に行くために引っ越すわけではなく、そうですね、あ、でもそうなんだ、運命だと思います。あ、なるほどね、出会いが、ね、運命だと思います。はい、それで少しでも私もでも6巻でやっと私も由美子ちゃんじゃないんですけど、これからじゃんって思いました。なんかまだまだ活躍できるって思って、あ、もうおしまいなんだ、寂しいなって思ってエンディング迎えたわけなんですけど、なのでまだまだですね、まだまだ、 まだまだまだこれからですね、続きたいなと、やり残したことがたくさんあります。はい、どうもトドをやらせていただきました三木慎一郎です。この作品微妙な関わり方をしておりましてですね、イベントの方に先に参加してたっていう、それもどうなんだと思うんですけども、いろいろさっきとなんかで楽しい思いもさせていただいたんですけども、元 X ドライバーということでですね、まあ悪役っぽい出方をしたんですけども、まあ最後は真っ当に、彼も更生いたしましてですね、良かったんではないかと思っておりますが、本当に車好きな私としてはですね、非常に楽しめる作品で楽しくやらせていただきました。本当にどうもありがとうございました。お疲れ様。4話で登場しまして第6話ではですね、実は東堂と昔何かあったらしいっていうちょっとの会話なんですけども、そこで分かっていただければいいなと思いますが、今後また何かの形でその昔の X ドライバー時代東堂とのお付き合いの仕方とかそういうのがどっかで描かれるといいなって思っています。今月のみでした。さあ、緊張した一人ずつの挨拶も終わり、緊張したもう、緊張したね。はい、はい、というわけでここからは、はい、まあ、1巻から6巻まで撮ってきたわけですけれども、はい、これについての思い出話というか、メモリある1巻から6巻、はいはい、そんな感じでちょっと対談形式でお話を、はい、はい、どのシーンが一番、どのシーンがやっ
ぱりでも車を全く知らない私たちが、うん、こうあの車のなんていうんですかカーチェイスをたくさんやらなきゃいけなかったところが、はい、私的にはすごくブレーキングドリフトってなんだとか一速に入れるとか二速に入れるとかとがきの意味が最初の頃なかなか分からなかったりとかそういうことしたんでなんかそこら辺すごく思い出深いというか、うん、そうですね、うん、この車のこのカーチェイスみたいなカーチェイスがね、うん、難しいね、うん、あとはどんなこと私はなんだろうな、うん、なんか別にあのアニメのには関わってないんですけど、うん、あのイベントをいくつかやったじゃないですか、うんはいはい、あのカートレースとか、うん、ラジコンレースとか、はいはい、そういうのが私の中で、うん、あのすごいまあ、あのエクストライバーのお芝居にもつながる部分もで、うん、あると思うんですけれども、うん、すごい楽しかったんですよ。楽しかったね。イベントも楽しかったね。楽しかったね。はい、あれで、ねうん、なんかもういろんな経験させてもらって、うん、あれからあのカートのイベントがあってから、うん、私はあれからカートをもう一回やろうと思って、うん、趣味の領域の中にカートをこう入れつつありまして、うん、はい。で、うん、ラジコンの、はいはい、あのイベントがあった時も。うんうんもう趣味の中にラジコン買おうと思ったぐらいで、そういうなんかアニメ以外のところでもすごいなんか楽しいことがいっぱいあって、うんはい、美味しかったね。美味しかったね。そうそうイベントがとても心に残っているのと、はい、あと一巻で一番最初にリサが走ってきて、うん、でローナが走ってきて、うん、で先に行くわよっていうこうなんだろうこれからこう走りに行くんだぜっていうシーンが一番私はなんかね、うん、あこれから始まるんだ。車のことわからないけどこれから走るんだ、うん、しかも上手にみたいな上手にワクワクしてましたそれ上手じゃないと困るんだ早いしそうだね難しいね、うん、あと他には何があったかな、まあ、総一くんがね、うん、初めて登場した回もね覚えてるのなんかねそうなんですよすごい颯爽と現れて私たちが叶わなかった相手をスーパーセブンでちょっと、うん、あのねうまい具合にやっつけて、はい、やっつけてっていうか助けてくれて、はい、でもなんかリさんにとっては理想の男の子が現れたっていうふうに喜んでたら、はい、こんなちっちゃくて、抱きつこうと思ったら下にいたみたいな多いっていう、うんね、そうなんですよあのずっと、うん、あの総一というあの役は、うん、っていうか総一という存在は、うん内緒にしてた裏キャラだから内緒にしてたっていうのがあって、うん、あの自分でもこう言えずにこう、うん、いてあの、うん、1巻では前半は出なくて、うん、後半にちょろっと言うその一言をどうよどうよと思って、うん、前の夜からなんか一人ブツ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 してると妹がガーン部屋に入ってきて俺ちゃん何ブツ言ってんのって言われてたのをすごい今思い出したんですけど、うん、あれはなんか緊張しましたね緊張したね、最初はねすごい一番みんな緊張してたよねなんかね、うんガチガチでした、うん、ドキドキだった、うんそうですね、私もねあとねこう私生活でね結構車に関して大きな変化がありました、うん、これはですね今の時点ではまだちょっと言えないんですよなんかちょっとあまりにもちょっと常識外れたことしたんで私は知っている私も知っている、ちょっとまあいずれ言えるようになったら発表させていただこうかなと思ってるんだけどきっかけは間違いなくこの X ドライバーそうですねこれっていうきっかけに、うん、それに、うん、私、つい最近の話なんですけど、うん藤島先生が、うん何ですかスーパーセブンの黄色いのを持っていらっしゃったんですよ、うんうんうん、私はそれをあの見せていただいて、うん、本当にあるんだと思って黄色いスーパーセブン、ね、まさにアニメの中のあのスーパーセブンと全く同じで、うん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 、見た時にものすごい鼻血出るぐらい感動して鼻血出るぐらい興奮しちゃって、うん、本当にあるんだすごい動くんだそしてと思ってすごい感動したの、うん、すごいねなんかスーパーセブンって本当に、うん、なんて言うんだろう昔のなんか車がよく展示してある場所とかあるじゃない、うんはいはい、なんかああいうところに展示してあるような車で動く車っていう印象がねない、はい、特に黄色いやつはすごい綺麗でなんかね おもちゃじゃないけどなんか展示品っていう感じがして、ね、あれに由美子ちゃんが乗って運転してたら最高ねもう運転したいなんて私免許持ってないんだよでもねあれ免許持ってても多分ねあの足がねあすごくあの身長の問題っていうか全体の問題でちょっと難しいかなっていうところはあるよね、はい、そうなんですよ普通に小林乗せていただいた時にペダルに足が届かなかったんで、うん、やっぱりね、厳しいなと思ったんですけど引いて引くかもカートのようにカートのようにねカートの時のように、うん、かっこるはい、そんなもんなでいい思い出がたくさん詰まったエクスドライバーですけどこれで終わっちゃうのは嫌だからね、はい、そうだねなんとかして、うん、なんとかしてねいい感じで続編なんかがあればねよいしょよいしょその頃までにはみんなもちろん免許取ってねもう車でスタジオ来ちゃうぞそうだよマイカー持ってね
の車自慢しようよ、あの子供自慢じゃないけど、うちの子はすごいのよっていう話を。もうすごい車買っちゃったわ、すごい車買っちゃったわ。まあ、まあ、そういう意味で私はこの3人の中で一番抜きん出てるわけだけれども、まあ、ある理由があって発表はできないんですけども、私はびっくりしました。抜きん出てはいいんですよ、チャレンジャーです。本当にみんなに品種買ってますけど、はい、一緒見習おうと思います。はい、素晴らしい、頑張りましょう皆さん、続編に向けて、はい、はい、やりたいと思います。はい、はい、もう終わっちゃってすごい寂しいです。楽しかったです。今日またぬいぐるみが一つ増えてたかな。今日はペンギン抱いてました。謎の多い女性でした。第6話全、6話ですか、終わりました。あまり村方って最初の方知らなかったんでよく分からなかったんですけど、最後にですね、その東堂との出会いがあって、あ、そうか、村方っていうのは過去にこういうエクスドライバーで実際に乗ってたやつだったんだということがよく分かりまして、なかなか燃えるおじさんだったんだなということがよく分かりました。次回劇場になるかもしれないということで、劇場でお会いできればいいですね。以上です。はい、はい、ではですね、なんかもったいぶって続編あったらいいねなんていう白々しい話をしてしまいましたけど、はい、はい、実はあるのです。実はあるのですよ、はい、なんていうの、英語で言ってみて。ムービー化するんですよ。ムービー化で合ってんのかなこれ、うん、映画化ね。はい、とうとうエクスドライバーが映画館ですごい、ね、上映されちゃうわけですね。すごいですね、すごいね、うん、アニメでは見られなかった、ね、ビデオでは見られなかった、うん、隠れざる真実が、うん、真実が隠されてんのね。そんなこと言っちゃった言っちゃった、なんか作んなきゃいけないよこれから真実なんて言って、うん、まあでもあのほらビデオでも迫力満点だったけど、あの車の生の音っていうのが、はい、映画館で見たらさらに迫力ですよね。絶対すごいと思いますよね、うん、いい音だよね。なのですごく楽しみですけれども、うん、まあ、映画ではどんな内容になるのか、うん、もうちょっと総一くんとなんか進展があるといいな。そうですね、ローナにはいい人現れないのかな。いや、きっと現れるでしょう。現れるかな、うん、なんてね、うん、どうかな、いい感じで、そうですね、はい、はい、映画がなんていうんですか、発表されることになりますので、はいはい、よって、うん、皆さんぜひぜひ見に来てくださいね、はい、ここで皆さんが応援をしてくれなければ映画の話も長くなっちゃうかもしれません。それはつら、はい、はい、ね、はい、それちょっとあまりにもなんで、はい、皆さんぜひぜひお楽しみに、はい、それではさようなら。